はい、ちょっと GoPro のあのマウントをつけ忘れたんで、あのお腹に GoPro の棒をつけて走ってみます。どうなることでしょうか。ちょっとこんな感じで撮ってます。よいしょ、じゃあ行きます。これで GoPro のカメラ落としたら元も子もない。はい、ああなるほど。あ、これは滑らかですね。ということで、ちょっとあの今日ノーヘルで行ってしまいましたが、これちょっと後ろのブレーキが全然効かなかったです。はい、あ、効かないですか。はい、全然効かないです。滑りますね。うん、前がピシッと効きましたけど、いや全然動かなくて、あ、うん、はい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 、前はパシッと効きましたけど、これあの趣味ですね。この趣味です。うん、いやすごいあの良かったですよ。まあ、ちょっとこれスーッと走りますね。そうそうそう、試乗車で使ったのもフラッペだったんですけど、うん、この私物になる私物というか、うん、もう自分のあれなんで、うん、ペダル変えて、うん、段取りしようかなと思ってます。いやこれはなかなかの楽しみというか。しかもかっこいいですよね。うん、この感じ、うん、めちゃくちゃかっこいいですよね。渋い感じで色合いも、うん、いや面白かったです。で、うん、先生も試してほしいって言われてるんで、はい、あの先生にも女性講座これを搭載させてもらって、はい、あのインプレッションしてもらおうかなと思ってます。これ相当、これもすごい持ってて、うん、こう、あ、こう持ってもらって、はい、この滑らかさですね。あ、なるほどね、はい、これをちょっと搭載させるんで、うん、FX にありがとうございます。インプレッションいただこうと思います。はい、ありがとうございます。ということで、ちょっとあの僕はよくわからない領域に今あの若干入ってますけども、皆さんこうご期待ください。以上です。